皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回もゆっくり解説をやっていくぜ。高評価、チャンネル登録、拡散もよろしくね。今回はナルトに登場する忍術を解説していくぜ。お願いします。ということで今回解説するのはナルトに登場する道術、白眼だぜ。白目で気持ち悪いわね。ということで解説していくぜ。白眼、ナルトに登場する道術で、この葉の名門一族、ヒューガ一族の結界限界だぜ。ナルト世界最古の結界限界とされ、ウチハ一族のシャリンガン、陸道仙人のリンネガンと合わせて三大道術と称されてるぜ。この結界限界を受け継ぐヒューガ一族も非常に歴史の長い由緒正しい家系であるため、ウチハ一族とシャリンガンの源流とも言われていたぜ。ヒューガ一族だけでなく、大津月一族もこの白眼を保有してるぜ。ラスボスのかぐやが白眼を使った時は驚いたわね。シャリンガンを持つウチハ一族はイタチの手によって滅亡し、リンネガンは非常に特殊な条件でしか開眼しないため、三大道術の中で白眼が最も広く受け継がれてきた結界限界と言えるぜ。ちなみに白眼を発動すると目が白くなるわけではなく、術者であるヒューガ一族は総じてもともと瞳がやや薄紫がかった白い色をしているぜ。ただヒューガ以外の者が白眼を使った際は白く変化してるぜ。ひまわりが白眼を開眼した時は青色の目から白眼になってたわね。ヒューガ一族は元から同じ色をしているから変化が起こってないように見えるということなのかもしれないな。ヒューガ一族は結界限界の一族にもかかわらず他人から差別されたり、迫害されてるような描写はないぜ。結界限界持ちの一族でヒューガほど他人に迫害されていないケースはかなり珍しいぜ。道術を継承している一族の中では最も安定した地位を保ち、多くの子孫を残しているぜ。ウチハとかはめっちゃ迫害されてたのに偉い違いよね。その反面、血統を守り、能力が敵に渡り悪用されることを防ぐため、ヒューガ一族は宗家と分家で区別されているぜ。分家の者はカゴの中の鳥を意味する樹印を額に刻まれることで宗家に命を縛られ、死ぬまで宗家のために尽くさなければならないぜ。本編の時代における宗家と分家の確執は深刻な不安材料となっているほか、白眼の有用性ゆえに他里との政治的、軍事的な駆け引きに翻弄されることも多いぜ。ヒューガ一族は掟を定めてるのよね。ヒューガ一族の掟は宗家に有利なものが圧倒的に多かったらしく、これのせいで宗家と分家の確執は凄まじいことになっていたぜ。それでも身内同士での争いが起きなかったのは分家の者が樹印に縛られていたからというのが大きいんだろうぜ。この樹印は宗家の者がチャクラを込めることで相手の脳細胞を簡単に破壊でき、分家の者は強制的に宗家の者に命を握られてる状態なんだぜ。本編開始前でも雲隠れの忍びが白眼を狙った事件があったぜ。日向が誘拐されそうになったところを日差しが誘拐した雲隠れの忍びを殺してしまったことで、宗家のヒューガ冷やしの死体を渡さないといけなくなったぜ。雲隠れが悪いのにこれはひどいわね。結局双子の弟のヒューガ日差しが冷やしの身代わりになり、これのせいで日差しの息子のネジは大きな影を落とすことになったぜ。ちなみに分家にかけられてる樹印術だが、死ねば消滅し、白眼の能力を永久封印する特殊な樹印だぜ。それゆえに雲隠れに白眼が漏れることはなく、この葉側も黙秘を続け、とりあえずは丸く収まったぜ。分家はどこまでも宗家のために生き続けねばならないこのシステムは残酷すぎると言えるな。一方的に主従関係を築かされるわけだからね。ヒューガ一族は生まれた時点で宗家は家を守り続けること、分家は宗家に命を捧げ続けることを運命づけられてるため、ヒューガの忍びは運命を口にする者が多く、運命に対して抵抗してる者が多いぜ。宗家は宗家で分家に対して厳しく接しざるを得ず、相応の力も求められるため、家に縛られてるのは同じであり、宗家も決して楽な地位ではないぜ。実際、日向は宗家の生まれでありながら才能に恵まれず長い間冷遇され続けたぜ。まあ、日向の場合は基礎はできてるので後を継ぐには落ちこぼれという意味だったんだろうぜ。宗家は宗家で厳しい立場にあるわよね。日足も日差しを犠牲にしたことは悔いてたみたいだし、日向に冷たくせざるを得なかったみたいだしね。だが、ボルトの時代には宗家と分家の関係はかなり改善したらしいぜ。まあ、ボルトでは大津月という、別のところでヒューガ関係の問題に直面してるがな。ヒューガはどこまで行っても運命に縛られ続けるのね。ここからは白眼の能力を解説していくぜ。お願いします。使用時には目の周囲の経絡系が隆起するぜ。
血管のように見えるが、隆起してるのは経絡系のようだな。中外一族のものであれば基本的に腫瘍を積むことによって開眼するらしく、血経限界の中でも比較的簡単に力を発現させやすい部類らしいぜ。それでも中外一族のものが誰でも必ず開眼できるというわけではないらしいが、作中にキャラクターとして登場する日向の忍びは宗家、分家に関係なくほとんど全員が白眼を開眼してるぜ。日向の血が色濃く受け継がれてたら開眼は比較的容易なのね。裏を返すと日向の血が薄まるとそれだけ開眼の可能性は低くなるようだな。合計では片目だけ開眼した例もあるぜ。渦巻きナルトと日向ひなたの娘であるひまわりは怒りの爆発によって両目とも開眼しており、腫瘍を積まなくとも人や場合によっては感情の高ぶりなどによって突発的に開眼することもあるらしいな。ちなみに、ひまわりの兄のボルトは白眼の素質は持っていないものの、右目に白眼の亜種である上眼を開眼しているぜ。ボルトでは白眼が重要になりそうなのよね。他の道術と同様に元の持ち主から移植することで日向一族のものでなくとも白眼を扱うことは可能だぜ。現在のところ移植して所持しているのは霧隠れの忍びの青のみで、これは日向との戦闘の戦利品らしいぜ。青は眼帯をしているものの使用時でも外していないぜ。また印を結んだ時のみ顔に経絡系が浮かび上がってるぜ。このことから車輪眼と違って眼帯ではなく欠印で能力をオンオフしているっぽいぜ。眼帯をつけてなかったら白眼も常時発動してるっぽいのね。発動中はほぼ360度の視界を確保でき、透視、望遠能力を得る上、チャクラの存在とそれが人体を通る道筋、および排出口である点結を見通すことができるぜ。車輪眼のような多彩な能力こそ持たないが、失明のリスクや代償は特になく、三大道術の中でも最も安定した能力を有してるぜ。感知、探索、洞察能力に関しては車輪眼をも上回るトップクラスの性能を誇るぜ。車輪眼にはない遠くを見渡す望遠能力もあるしな。霧隠れの青は白眼を使ってるけど、特別体に負担がかかってる様子がないあたり、間違いなく車輪眼や輪廻眼よりは体の負担が少なく、使いやすいわよね。ただしわずかながら視覚も存在するため、そこを狙われた時の対策も必要となるぜ。車輪眼のように対象と目を合わせるだけで幻術にかけたり、逆に破ったりする能力はないぜ。だが、その鋭い洞察眼でチャクラの感知能力に優れた人物でも判別できないような微細な変化を識別し、他者が幻術、道術の影響下にあるかどうかを見分けることは可能だぜ。実際、青は三船が断像によって幻術にかけられたことに気づいていたぜ。洞察眼に限っては車輪眼を上回ってるのね。ただ、車輪眼のようにチャクラを色で識別する能力はないらしく、影分身で誰が本体かは見破れないぜ。対して車輪眼はチャクラの色を識別可能なので影分身を見破ることができるぜ。洞察眼において車輪眼の完全上位互換とは言えない部分があり、これのせいで白眼がポンコツ扱いされることもあるぜ。白眼は点結を見抜けるという設定があるが、車輪眼でも点結を見抜くことは可能だしな。言うても点結はまだらクラスの車輪眼でないと見抜けないみたいだけどね。点結というのは経絡系に存在する壺のような場所で針の穴ほどの小ささで全部で361個存在するぜ。この点結を見抜くには白眼でもある程度の練度が求められるようだぜ。この点結をつくことで相手のチャクラの流れを止めたり、増幅させることも可能だぜ。劇中では相手のチャクラの流れを止める用途で使用することがほとんどだったぜ。チャクラの流れを止められたら当然忍術が使えなくなるぜ。点結が元に戻ったらまたチャクラが使えるようになるみたいだけどね。白眼は銃剣や医療忍術など、他の体術や忍術との組み合わせで進化を発揮する道術と言えるぜ。多彩な能力を持つ車輪眼や輪廻眼と比べると白眼はいささか地味で、三大道術最弱のような扱いを受けることが多いが、裏を返せば安定した能力と言えるぜ。そもそも車輪眼、輪廻眼とは用途が異なるのでそう簡単に比較できるものでもないぜ。まあ、どうしても車輪眼や輪廻眼の方が強く見えるが。やっぱり白眼は地味よね。だが、白眼にも上位種や亜種が登場してるぜ。天性眼が上位種、上眼が亜種だぜ。天性眼は輪廻眼の対となる道術とされてるぜ。作中では花火の白眼を移植することで大津月と練りが天性眼を開眼させてたな。白眼と違い、万華鏡を思わせる模様が瞳孔に浮かぶぜ。天童に似た引力や赤力の操作のほか、岩石を利用した巨大な九仏人形の操作、葡萄玉に酷似した術の行使もできるぜ。
リンネガンのが起動同様、チャクラ吸収能力もあるぜ。リンネガンと同様能力が多彩ね。ビジューチャクラモードに似た転生ガンチャクラモードという形態になることもでき、文字通り月を両断するほどの攻撃力を合わせ持つぜ。リンネガンの対となる同術なだけあってその強さは破格と言えるな。そうね。ジョーガンはアニメ版のボルトが右目に開眼した亜種だぜ。開眼の経緯は不明だが、大津月一族の同術であり、彼らに対するある種のカウンターでもあるらしいぜ。だが詳細不明な点が多いぜ。ジョーガンはマジで未だに謎だらけの能力よね。また、白眼はヒューガ一族の決定限界だが、元をたどれば大津月一族の決定限界だぜ。大津月かぐやも白眼を有しており、息子の大津月羽村に継承されたぜ。羽村の子孫たちがヒューガ一族のようだな。また、内葉一族は大津月かぐやの長男にして羽村の兄である羽衣の家系で、ヒューガ、内葉は大津月一族を起点にそれぞれ別々に枝分かれした一族だぜ。なので、シャリンガンの源流がヒューガ一族にあるという定説は厳密には誤りだぜ。シャリンガンと白眼は一応無関係というわけではないけどね。ということでここからは白眼の使用忍術を解説していくぜ。お願いします。銃剣、白眼の能力を駆使したヒューガ独自の体術戦闘技法だぜ。正確に言うと銃剣は内臓を攻撃する剣法の総称だぜ。手からチャクラを発し、経絡系及び経絡系と絡みついている内臓を攻撃するぜ。内臓を鍛えることはほぼ不可能であるため、かすっても致命傷になるようだぜ。さらに銃剣で経絡系上にある点穴と呼ばれるツボを正確に攻撃すると、攻撃対象のチャクラの流れを止めたり増幅させたりと自在にコントロールすることができるぜ。点穴疲れると基本的に罪よね。銃剣及び白眼熟練者は点穴への攻撃によって相手のチャクラを封じ、戦闘不能に追い込むのが基本戦術となるぜ。8個の点穴を突き、対象にチャクラを寝れなくする絶傷、八門砲撃があるぜ。体の一部からチャクラを発し、密着した対象に一撃を加える銃剣砲一撃心があるぜ。白眼で見切った点穴にチャクラを打ち込んで動きを止める基本技の銃剣、点穴針があるぜ。銃剣にも様々なバリエーションがあるわよね。八卦空掌、衝撃波を放つ技で、この技は多くのヒューガのものが使ってるため、基本技の一つだと思われるぜ。二人がかり、もしくは両手で行う八卦空掌を八卦空壁掌というぜ。八卦空掌の強化版に八卦波斬撃があるぜ。基本的に当たれば一撃必殺になることが多いが、絵面が地味すぎるからか、本編での活躍は少なかったぜ。八卦空掌を4連射する八卦四天空掌があるぜ。二部の頃とか銃剣よりも強そうな能力が出まくって余計に影が薄くなったわよね。銃剣砲、八卦64章。その名の通り、64個の点穴をついて相手のチャクラを封じるぜ。ゲームオリジナルに、128個の点穴をつく銃剣砲、八卦128章、すべての点穴をつく八卦361式があるぜ。また、介護官に32個の点穴をつく銃剣砲、八卦32章があるぜ。アニオリでは手のひらに集中させたチャクラを高速で動かしてチャクラの壁を作る守護八卦64章が出てきてるぜ。他にも64章のように相手に怒涛の銃剣連打を繰り出す百裂章、奇跡ができるほどのチャクラを両手に集中させ、連撃を繰り出す白狼天舞があるぜ。銃剣といえば64章よね。八卦章回転、宗家にのみ伝えられる奥義だぜ。全身のチャクラケツからチャクラを放出し、さらにその状態で回転することで放出したチャクラによって攻撃を弾く絶対防御術だぜ。白眼のわずかな視覚を補う技でもあり、この回転によって防御しつつ、白眼で周辺状況を確認できるぜ。本編で初披露したのは分家のネジであり、ネジは独学でこの技を習得しているぜ。本来なら宗家のみが使える術なのよね。重歩装試験、ヒューガ宗家に秘伝として伝わる高等体術だぜ。両手から放出したチャクラを獅子の形に形態変化させ、銃剣のリーチと破壊力を向上させるぜ。破壊力に関しては、獅子の名前の通り、触れた相手の経絡系は食い尽くされるというほどだが、その分非常に繊細なチャクラコントロールを要求されるぜ。八卦64章と組み合わせた八卦総獅子宝剣があるぜ。この技かっこいいわよね。銀鱗転生爆、転生眼の時に使える術で、銀色の巨大な竜巻を発生させるぜ。月面に巨大な穴を穿つほどの威力を持つぜ。名前がかっこいいわね。金輪転生爆、同じく転生眼の時に使える術で、金色の巨大なチャクラ塔を発生させるぜ。
月を溶断するほどの威力があるぜ。白眼の解説はこんな感じかしらね。総括すると白眼は血系限界の中でも地味ながら安定した道術と言えるぜ。長い間弱いと思われることが多かったが、本編終盤、続編以降は三大道術に恥じない力があることが明かされ、特別な力であると言えるぜ。そうね。ということで白眼の解説は終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。